本日も数学の話題を提供していきたいと思います。今日の題材は空間ベクトルですね。2018年度の帝京大学の医学部の問題から出題です。平行6面体の体積が3番で出てます。それに、向かっていくので、底面積の、平行四辺形ですね。平行四辺形 OABC の面積、それから、平面に垂直なベクトルですね。それをまず求める。それから体積という順番を経てますけれども、まあ、平行6面体の体積というのは、ベクトルの外積を使うことによってスマートにね記述ができます。まあそれを用いて全面に用いてね、計算をしていくと、随分と楽に解けるっていうことを見せていきたいと思います。通常は外積は、まあ、高校と高等学校では習わないですけど、外積の知識を知ってるだけで随分と変わっていきますので、ぜひ習得してみてください。まず、図は適当に書いてあります。 OABC ですね、底面のところではですね。で、ここの面積を S とします。でその S は S イコール、ルート OA ベクトルの大きさの2乗、それから OC ベクトルの大きさの2乗、引く OA と OC の内積の2乗という公式があります。これ2分の1がついたものは三角形 OCA の、面積になりますが、今は、平行四辺形の面積なので2分の1はつきません。素直にこれを計算するだけでいいです。OA の2乗は、OA はルート2の2乗たす1の2乗たす2の2乗で9ですよね。ルートが取れて9です。9かける、OC は3の2乗で9たす16たす25ですね。で引くことの内積は OA と OB の内積は6たす4たす10ですね。それの2乗ということになります。したがってルート、9かける50マイナス、20の2乗となりますね。で両方とも25ですね。でこっちにも5の2乗が入ってるので5で、前に出せますよね。そうすると、9×2 になる。で、後ろの方は16になるので 18-16 で、2と、つまり5ルート2だってことが分かります。これが答えです。で、まあこれは高等学校で習う公式なので、皆さんこれは知ってると思うんですけど、この公式についてはね。でも一方でその OA と、OC で、作られる外積ですね。今ここに書いてあるこの記号、ベクトル積と呼ばれるものですね。これは、まあ、計算方法は、高等学校ではならないですけど、OA と OC の両方に垂直なベクトルを表すものになります。で、でしかも、X 軸 Y 軸に対して Z 軸の方向を向くのような、まあ、向きが決まっているものなんですね。でさらに大きさもこの底面積の部分と同じ値を大きさに持つものとして定められています。で計算方法は、OA のところのこっから一周、こっから一周を、こういうふうに書いていきます。1221と、それから4534と、どちらが上でも構いません、どちらが下でも構いません。その代わり、逆向きになってしまうので注意してください。まあでも、どっちでもいいです。とにかく方向、垂直な方向のベクトルを求めること、 OA と OC の両方に垂直なベクトルを求めることが、まあ、今目標なので。で今 N のところが AB-1 になってますよね。でここの -1 が決まってるので、この N はちゃんと定まることになるんですよ。要するに、この平面 OAB に垂直なベクトルを一つ求めるっていうことをやるということですね。でそれが、この作業で 1×5-2×4、 これが X7、 それから Y7 は 2×3-2×5 ですね、 Y7、それから 2×4
引く 1×3、 これが Z7 ということで 5-8 で -3 で 6-10 で -4 で 8-3 で5というふうになります。これが OA×OC の実体ですね。ベクトル積はベクトルになるんです。で今この -3-4-5 というものが平面 OAB に垂直になっているわけですけど、今ここが -1 になっているので Z7 が -1 になっているので、これを -5 で割ります。そうするとここが -1 になって、 -5 で割ったら5分の4と5分の3になりますよね。ということで A の値は5分の3が答えということになります。したがって括弧2の A の値というのは A イコール5分の3です。でちなみに括弧1の S として S は OA と OB の外積のベクトルの大きさにもなってます。これを確認しておきましょう。つまりルートマイナス3の2乗足すマイナス4の2乗足す5の2乗で、ルート50で5ルート2というのが出てきます。これはここに一致してますよね。まあこれで括弧1と括弧2両方取れたなっていう感じが、すると思います。ここが合ってるせいでね。で、3番目の、公式があって OP ベクトルと OA×OC の外積ですね。これに絶対値つけたものです。で、まあこれを計算しましょう。内積を計算すればいいですね。で、OP はマイナス1、マイナス3、マイナス1、3、3となってます。それと OA×OC の外積は今計算したマイナス3とマイナス4と5です。そのベクトルの内積の絶対値です。ということで、3-12 足す15ですね。ということで答えは6というふうに出てきます。これが答えです。帝京大学の医学部の問題が、まあ大学の知識を知ってると、まああっさりと解けてしまうどころか、まあ検算にもなるということですね。まあ普通通りベクトルを用いて解くこともできるし、他の問題に、移って、まあ、満点近くね、問題を、数学で稼ぐこともできるわけです。はい、というわけでね、外積とかそれから正斜ベクトルとか、まあ、その辺にね、通常その教科書に載らないことに関しても、まあ普段から練習することによってね、的確に、スムーズに解くことができるので、ぜひマスターしてみてください。本日の授業は以上です。ご視聴ありがとうございました。